気ぃつけてね、あの他の人あんまりあっち見ないように。あ、そうだ、僕もどうしまらへんねんな、なんか荷物がふさいでて。閉めれる？結局そっちから入る。それでまあ、とりあえず見えることはないな。あんまりあっちに人がいると見える。今日はね、2時過ぎぐらいまで。見に来るしかこれ飛んでもらっていいですよ。久しぶりに言うことは筋肉くるわ。どんだけ強くても筋肉くるわ。次々の動きなくなる。やばこれはやばい、超さんに頼む。先ソースちゃん入ってるだけ。向こうでソース。ハーディスクの空きがなかったからちょっと削除して一回切って。録画してない内容なんだけど、こっちの方もう全部向こうの画面出てるのがスルーで全部こっち来てるから、操作した時のが全部出てるだけ。
そこだけになってくる、ほんまに。しかも今、二分になってるんですよ。え、あれ、どうだやんな。え、テンキスがあるとき棒じゃない。
り足で。もしかしたら。泣ける。バウンスが痛すぎて泣ける。やばい。笑うしかないっすよ。そう。なんかおかしい。今度ピッてなっちゃう。ああ。スッてなって。あ、はいはいはい。なんかな力が。ピシッ。余分な動きが。うん、ここだけモザイク入れといてもらおうか。
画面を通してご覧くださいみたいな。スイッチ入れてもハーディエフが回り始めないから起動させるのが大変やな。温めたり蹴ったり譲ったり。どう？全然足の開くタイミングが分からなくて、ガイドの以外はまあって感じだったんですけど、でも振られてるなっていう、これはめっちゃあります。これはめっちゃ振られます。腰は上がってるんですか？体開くタイミング抱え込み、なんか開こうとしたら抱え込みが甘くなって、あでも抱え込みキュッてしたら開かなと思ってくるんって回ってしまうんですよ。ああ難しい。Yeah.
ちゃくちゃ。ありちゃいますか？性格が？目を回す。激しくない。そういうとこだけスッとな、ええとこにおるやろ。Thank you.
みんな上向いてきた。ふざけてんの？その叩いて伸ばすこと、褒めて伸ばすこと。そんな三木さん分からへん。分けてたりして。とりあえず叩いてみるとか、とりあえず褒めてみるとか、反応見てからじゃないと分からへん。とりあえず叩いてみます。叩いたら叩かされちゃったりして。これだけ褒めてきゃ褒めてますよ。でもちゃんと一時期な、3人ぐらいにうわーって言われて、こういうのが飛ぶ時に、一時飛ぶ時に褒めなくても体力で、褒めなくても体力で、アピールするような感じ。褒められて伸びる体力とか書き出されるのが嫌なんだけど。これ以上言わないで。よう戻ったな。
すると少し下がる。下がるっていうのは真ん中まで。真ん中から少し。いや基本は足元に置く。ちょっとずれたからな。パイプができてから。パイプのフロントができてから。からあんまりやんない、まあ。パイプのフロントってあんまりないと思うけどな。ないかからやる。とかでは特に指定されないこともあるので、もちろん B の規定では指定が指定されてないでしょ。あ、そうなんですか。何にも知らない。フロントしか書いてないから、抱え込みでやってもレイアウトでやってる。いつも抱え込みで練習してても構わないじゃん。もちろん指定された場合にはそれでやるなあかんけど、指定がない場合はどちらの規定でも構わない。これ宙返りではないから、パイプでもフロントでも何度っても変わらないからね。中外の時は抱え込みかパイプかでパイプかレイアウトかで何度点か変わってくるから疲れやこれは何をやってるの。はい、バックで女子の B クラスのフィニッシュがこれなんです。ああ、もう規定のなんか大会の、うん、大会じゃないんですか。今回だと短すぎて知らなかったんだもん。今早くって。いいからね。簡単に言えば今からでもね、時間があるから。さっきフロってるけどさ。してない。いや、一回だけ失敗してやってて。上がるとかできる。
やなんかでなんか綺麗に飛んでるけどだんだん前に行って終わった感じだったから。やろうとしたけどあまりそうだと思って思った。なるほど。停止ボタン効かないです。今、はい、おかけ再生中なんで一時停止で止まります。はい、でこれで再生ボタンで再生ね。はい、であとここが早送り巻き戻し。これ、はい。こっち側だから巻き戻し。で何回もほとんどのスピードがかかります。でここにバーが出てるから今全体の今ここが録画してるとこね、はい、どこまで戻ってるかっていう状態が出ます。見つけた。
たら、見つけたらこの一時停止で止めて再生ボタンを押してで、ちょっと戻しすぎたから早送りで少し前に、はい、早送りボタン、巻き戻しボタン、一時停止ボタン、再生ボタン、はい、でこの停止ボタンはこの状態では効きませんので、これを押しても効かない、腹落ちからまだ綺麗に体の方が立てないね、やっぱりね、無理やって、俺のやってみる、いや、なんでやの動きが多いさっさと止めでも最後、マリアスが今練習ですよ、タック練習ですよ、ここからは変えてやるで、フルビルやともちろん背中に立ちますけど、水平に落ちた時よりあの方が体を起こしやすい。1.5 が稼げへんって。これやったらマクチェを覚えます。あーマクチェこんな方が楽なんやろな、できたら 0.5 やから。ちょっと前に傾いてるよ。無理です無理です、もう気がしたです。こっち見てて、なんかリアルの方誰も見てないで、怪我したら事故終わったらどうすんねんとか。
はい、じゃあ。ってるね。でもなんか体が熱くならんと、なんか絶対な大会で寝不足で練習不足で。なんで寝不足なんですか？基本的にこうコウモリのような生活で。そんなあれシャトルなんて2つ目の技で止まる。いや、僕はもう1個目で困りますよ。シャトルなんて、基礎技のパレードじゃないですか。シャトルって何ですか？こう、真似していたりで、なんか出るやつで、こっち側がストレート飛んでタックしたら、向こうの人がタックして、例えば4分の付け加えていくやつ。これ溢れてて3分ぐらい。じゃあ最初のやつから全部覚えといて。覚えようかな、多分。タック、タック。いや、じゃあ、何でもいいの、その その人が付け加えても自分で覚えていかないけど、自分で。だから最初の人がシートしたら、次の人がシートして立つとか、シートして水分飲むとか、やっぱりフルビローだ。相手のやつの技を覚えて。そしたら、白い枠組んだのもおしまいなのね。マット組んだら。そうね。マット組んだらおしまい。まあね。マットで早終わり。